三栄三級三栄三級1989年4月7日から1994年10月21日は日本の競争馬、サラブレッド競争中止したレースを含め徳吉したかし、東進に田原誠樹加藤和弘が帰乗している1991年7月13日札幌の新馬戦ダート1000メートルでデビュー6頭立ての2着し 翌週の新馬戦、芝千メートル7月20日で、初勝利を挙げる。さらに三連投で、札幌三歳ステークスに出走するも十三着に、敗れる。五戦目の函館三歳ステークスで、それまでの徳吉隆から東身にへ乗り換わり、十二番人気ながら二着となる。六戦目のイチョウステークスで二勝目を挙げ、阪神三歳頻馬ステークス、現在の阪神ジュベナイルフィリーズで、 西のフラワーの2着。明けて4歳、当時表記、現在の3歳となった1992年も休むことなく、レースに出走し、初戦の2月2日のクイーンカップで重勝発制覇を飾る。その後は、ボバクラシックのトライアル、弥生賞にも出走したが6着。この後岡賞では2番人気に押されるが7着。 この頃と前後して、奥単位の身売り話が出てきたと言われる。田原正貴との新コンビで臨んだ、優秀品馬では、アドラーブルの二着に敗れたが、直線で一旦は先頭に立つなど見せ場を作った。その後、下記を休養に充てることなく相次いで重傷に出走。七月五日の札幌記念に出走し、小馬を相手に勝利を収める。その後、函館記念で発着。 サファイアステークスで優勝、ローズステークス2着、GI、エリザベス女王杯5着、加藤和弘騎乗で出走した、有馬記念でのレース中、最後の直線に、右、頭骨子根骨腹骨折のため競争を中止した。有馬記念における 3A3 級の骨折は、予後不良で、通常であればその場で安楽死処分となるほどの重傷であったが、 繁殖品場として残したら金になるという場種の強い要望により、レース交換部にギプス固定を施す手術を実施し延命措置が試みられた。延べ6度の手術が行われ、馬体も3 0 0ラムほどまで減少。療養中に競争場にとって致命的な低用炎、ひずめが腐る病気も併発し、 結局、心臓麻痺のため負傷からおよそ2年後の1994年10月21日に死亡した。競争馬としての実績だけでなく、過酷なローテーションで、次々と重症競争に出走した挙句、故障を発症したことでも知られる。佐藤勝美九社の調教助手だった菅野敏美は、出走が相次いだ原因として、馬主の岩崎清氏が資金難に陥っていた可能性。 さらに 3A3 級のライバルであった西のフラワーの場所、西山正幸への対抗心から積極的レースに出走させことで 3A3 級の名前を売ろうとした思惑を挙げている 3A3 級は岩崎にとって生涯唯一の重症勝ち馬であった。岩崎はエリザベス女王杯に至る過程でサファイアステークスとローズステークスという二つのトライアル競争に出走させる方針だったが、 主戦騎手の田原正機は、ローズステークスは使うべきではいと反発した。ン野によると彼自身も出走に反対したが、ローズステークスで二着と構想したことで、岩崎が自分の言うことが正しいと思うようになったという。ン野によると、エリザベス女王杯の直前は疲労の蓄積によって、体調に変調をきたし、頭骨に痛みを訴えるようになったという。 ちなみにそのことは田原も察知しており、三栄三級の隊長に関して、歯に衣着せぬ言動をとっており、そうした発言は、田原と橋及び旧社スタッフとの対立、さらには口述する、いわゆる三栄三級事件を引き起こすこととなった。エリザベス上杯の後、旧社は、休養を取らせるつもりだったが、岩崎は、有馬記念への出走を決断。当時の三栄三級に帰場すると、 頭骨がきしむ音が聞こえ、菅野と担当休務員があまりにむごいことをすると涙するほどであったという。菅野は有馬記念をなんとか無事に回ってきてほしいと願ったものの、三 a 三級はレース中に頭骨を骨折した。主戦騎手、田原正機の発言をめぐって、同騎手と三 k スポーツとの間で起こったトラブルである。オークス出走後、休養を取ることなく、 出走を続けていた 3A3 級の隊長について不満を抱いていたターラはローズステークス出走前から同馬の隊長が思わしくないというコメントを繰りしていた。エリザベス女王杯の調教後もテレビのインタビューで隊長は思わしくないとコメントしたが録画が終了した際にこんなに悪く言っちゃってこれで勝ったら頭を丸めなきゃなんないなと発言した。 産経スポーツの三戸正春記者は、録画に立ち会っていた、テレビディレクターから、田原の発言内容を伝え聞き、翌日の同志一面で、田原二着以上なら、坊主頭になるという見出しでスクープした。見出しからは田原が、恋に二着以上になることを放棄するという競馬法に、抵触する発言をしたという疑惑が読み取れるため、田原は、八百町の誤解を招く書き方は勘弁してほしいと。 釈明した。同志はそれを、田原謝罪という見出しで報道した。一連の産経スポーツの報道姿勢に田原は、不信感を抱き、同年の有馬記念では有力馬の一頭東海帝王に騎乗する予定だった田原は、産経スポーツの取材を拒否。その理由について、また聞きで書かれ、その上事実を歪められたら、どうしようもない。 そういう状況なので取材を受け付けられないと日刊スポーツに手記を掲載した。これについて産 k スポーツが日刊スポーツ編集部に抗議した。田原が知人の記者にこれで勝ったらと発言したとき、三戸正春はその場に居合わせなかった。三戸は田原が公式に行ったマスコミ記者会見に寝坊で遅刻したため個別に 3A3 級の状態を尋ねたところ、 見ればわかるだろうと田原にコメントを拒否された。そこで、テレビディレクターからまた劇した発言を、田原二着以上なら、坊主頭になると意味出しで記事にした。当時、三経スポーツの競馬記者だった片山良造は、文芸春秋の雑誌、スポーツグラフィックナンバーで、三英三級事件に触れ、赤面するほど恥ずかしいなどと、自社批判を展開。 それが原因となって、片山は、産経スポーツを解雇された。さらに片山に追随して、同社を退職する、レース部社員も数人現れ、一連の騒動は、富士サイグループの体質を焦点にした、特集記事がまるほどの騒動となった。田原は後年、自らが原作を手掛けた、漫画、競馬競争伝アありゃ馬こりゃ、馬で、三景三級事件を連想させる描写をしている。 まず、スクープ記事を作るために、主人公の騎手の発言を曲解し、悪意を持って報道する、新聞記者、三王スポーツの記者で、その名も、追田が、さらに事件の伏線となった三英三級の国史に、関して、賞金を稼がんがために、負担の大きなローテーションで競争場を出走させようと、鶴橋と旧務員の姿が描かれている。五代母に、名品。 クレオパトラトマスを持ち、ヒーババ,バは、白地からの全妹という日本土着のなち。父は、ゴールドシチーや、サクラスターオーラの同期で、ノジギク賞、デイリーハイサ歳サステークスの勝ち馬。故障のため、旧サ歳児の3戦3勝のみで引退。中央競馬の重賞を勝った3区は、本馬のみである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。